えというわけで今週も始まりましたラジオジャグの時間です。えー、東京サーカスからえと、ー、サーカス東京か,からえー、と今週もお送りします。えー、とね今日のゲストはえー、とテクノ DJ のケンイシさんです。こんにちは。こんばんは。<laughs> こんばんは。<laughs> ケンイシです。久しぶりだよね。結構何年ぶりか。何十年ぶりか。 何、ね、0年ぶりかもしれないけどい、ね、多分前回どっかの会場のね <laughs>、うん、階段かなんかでねあた <laughs> すれ違っては久しぶりだ来たその時でも何年かぶたった多分5年に1回ぐらいの感じねかなね<ー>ですよねだから本当、うん、ケン君とはやっぱりそのまあ昔2人あのクラッシュもケン君もソニーの同じレベルに行ったから。うん で結構一緒になることもありだったんだけどジャンルがただちょっと違ったからね、うん、あれだったんだけどでも当時からだもんねだからまだケンくんが20代の20 20代の後半ぐらい結構やんちゃだった時、はい、やんちゃだったから <laughs> <laughs> まあまあまあ今よりは <laughs> 今よりははいそっかだからねその頃からの知り合いで、うん、でもえあれさ そそうそうケン君ってどうしてあの何がきっかけで海外に出始めたのあのですねあのまあ本当簡単に言うと、うん、自分の好きだったレーベルに、うんうん、自分の作った曲をデモで送って、うん、でそしたら「 結構すぐサインしたいって話になってそれがあらんですそれがあらんですですあそうなんだ,だから本当にそういう意味では、まあ、大学生の時だったんですけど大学生の最中に最初の契約があって<ー>で言ってくうちにまあ最初は様子見ディールみたいな感じだったんだけれども、うん、まあ自分でもそうだし相手も思ったよりちょっとなんか 意外と受け入れられたんで世の中に、うん、でちょっと展開が早くなって。で声がかかるようになって、うん、で行ったり来たりじし始めたって感じですね。あ、そうなんだ。うん、え、あれさ、アランですとソニーがジョイントになったじゃない。あれは、ずいぶん経ってから。あれはね、九十年代の終わりぐらいに、うん、多分僕きっかけで。そうだよね。それで、なんかジョイントっていうか、なんか、そうですね、新しい何かを生み出そうみたいな感じで。うん やってましたねだね僕は直接そこにはあんま関わってない感じで R&S、うん、のトップとそのオフィスセブンソニーの,うん、うん、のトップが同士でいろいろやってたみたいなんですけどねあそうなんだ、うん、クラッシュはさ、うん、やっぱり R&S で出してるじゃん近藤さんってないですあれはまた全然ソニーとは別ルートで決まってやったんだよねはいはい、はい、名盤ですよね<え>名盤

うん,うん、そうなん、それが大学生の時。そうですね、大学三年ぐらいです。え、いつぐらいからテクノやってたの。えっとね、自分で。作り始めたりとか、うん、D. J. の練習し始めたのは。高校三年ぐらいの時、だから、九、八十八年とか。<ー>かまあ、デトロイトテクノ、まあ、アシッドハウスって、その前にあって。うんうん、で、まあ、その流れに、デトロイトテクノとか。 まあ、あるいはシカゴハウスなんていわれるのもあったりとかしてその中であちょっとこれいいなと思いついて、うん、ちょっと飛びついて、うん、であこれだったらなんか自分もなんかできるかもしれないと思って DJ の練習し始めて、うん、まあそれと同時に、まあ、音楽ももともとそれこそちっちゃい子から。 YMO とかうん、うん、あるいはヨーロッパの,そのエレクトロポップみたいなもんとかそういうものも好きだったから、うん、いつかやってみたいなと思ってたんでそれがちょうどできるようになったのが10代の終わりくらいっていうかそれからもうずーっとそのベルギーっていうわけじゃないけどまあベルギーが中心となって、うん、で ヨーロッパから、まあ、オファーが結構来るようになったんでうん、うん、ちょっと初期の頃はまとめてツアーやって、うん、で週末だけちょっと動いて週の半ばはベルギーに帰ってきて、うん、スタッフの家泊まったりとかそういう感じであじゃあ向こうがメインで動いたりもしてたんだ、うん、あの最初のもう2年はそうでしたねでそれから徐々にそのあるんですが日本のソニー まあちょっとライセンス契約みたいなのしてうん、うん、でそれから徐々にまあ95年45年ぐらいからちょっと日本のソニーとも日本独自の展開みたいな感じでスタートしたんですけどうん、うん、最初の2年間ぐらいはもうずっとアラン・デス・だけあそうなんだ、うん、でもうちが最初にオーワックスでやってたのと一緒だ、うん、ああそうだと思いますそう<ー>、うん、ちょうど同じぐらいの時期でもさよく一人でさベルギー行ってやってたよね 英語とか最初からしゃぶれたのいや最初はだ普通の大学生レベルだから、うん、あの会話とか全然できてなかったんで、うん、一番最初の時はツアーの時は R&S が向こうにいる日本人をつけてくれと、うん、最初の<ー>でもの最初の1回だけでうん、うん、次からは96年あれ95年からまたツアー結構まあ、うん、本格的にヨーロッパとか 回り始めたんですけど、うん、いきなりもうイギリス人と一緒にツアー二人で回れってことになってうん、うん、だからもう向こう一切日本語でしゃべんないからこっちがしゃべるしかないから英語、うん、それでもう鍛えられたって感じ、うん、ああ偉いね23か月ずっと一緒だからもうそれはもう自分がやらしゃべんないと何もできないからっていうことで、うん、だからさやっぱクラッシュはさもう私たちがやり始めた時にはもう結婚して子供もいて、うん っていう時だったから、で。やっぱり日本ベースで。世界に売って出て。はいうん、それで、向こうではだから。向こうに住んでとか、そういうのって一回もないんだよね、暮らしは。ああ<ー>。うん。僕は。そうですねだ。いわゆる住んだってことはないんですけど。うん、あの、まあ。ただ仲間とか、が比較的、まあ、言葉っていうのも、まあ、どっちかっていうと。まあ勉、べん。 過去に、ね、勉強したやつが少しずつ戻ってきたりとか、うん、まあ慣れてきたりとかしたんでそこがやっぱりねあ,のあれの違いエリートと不良の違いでもう私もクラスも不良だから <laughs> ポンコツだからいやいやでもそんな、うん、過去に勉強したことがないからなかなか出てこないですね <laughs> いやいやいやただねあのその時はその受験勉強なんかほまあし,しょうがないからや,やらされてやるもんなんですけど、うん その時はちょっと勉強しててよかったなと本当に思った。やっぱり。う,うん、やっぱ、これなんか勉強したなとかっていうフレーズとか文法が出てくるじゃないですか。あ、そうだ、そうだ。 っっていう,、ね、ふうに思たた瞬間ありましたよ結構私はね、うん、やっぱ全然しゃべれなくて最初はうちの子があのペラペラの子がいたから、はい、その子がいつも同日訳ぐらいやってくれてたのね、うん、なんだけどやっぱ毎回その子つ連れていくとさお金もかかるし。 でね、私ね、一番嫌だったのが、私がすっごいぶち切れて、うんあ、頭きてるのを通訳通して言われると、うん、なんかそれ聞いてると嫌になっちゃうんだよね、私。<laughs> <laughs> 全然怒ってんの通じてないじゃん、<laughs> みたいなさ。で、やっぱりそういうのは自分で言わなきゃだめだなと思って、だったんだけど。<laughs> <laughs> <laughs> で、向こうでね「ストレート・ノー・チェイサー」っていう雑誌があってイギリスでポールの奥さんが編集長の奥さんが幸子さんって言って日本人でで、彼女がすごい仲良くてクラッシュの初期って彼女がずっとやってくれてたのロンドンの方のいろいろとあ、そうううなんですかそそそれで私が行った時に彼女に「あの」 要するにイギリスとアメリカ以外はみんな母国語があって英語じゃなくてでそれでも一緒その共通言語として話そうとしてるだけだから別に単語を要するに合わせるだけでもいいんだみんなそれこから始まってるからでそれを言われてちょっと単語だけでつなげていってみるかぐらいな感じから始まってであとはなんか。 中学の時に 5WIH っってよくやったじゃんそれに単語くっつけりゃどうにかなるかなみたいなとこからだったででもでもそこでも僕も多分そのある時に、うん、あのそんなにみんなそのヨーロッパのそれこそイギリス以外の国の人が、うん、みんながみんな英語うまいわけじゃないなってのも分かり始めて、うん、でその今言われたようなこと気付いてからは。うん あれですね、結構気が楽になったというか、うん、そうだよねって私ってすっごいラジオの方撮りをやってるのに携帯をあれしてなくて今「<laughs> ごめんなさい」って変な音がしてじゃあそれででも行くようになって謙君が、はい、それでやっぱりその向こうでどんどん認められていくわけじゃんでやっぱりそれのきっかけってあの PV だったりもしたの あでもそれはすごい大だからその最初の僕デビューしてから「x t、うん、ス a ラのビデオまでって2年半ぐらいあるんですけど、うんうん、最初の頃はやっぱりまあ音楽的にもどっちかっていうとそのエクスペリメンタルだったんでコアな層には比較的こう、まあ、日本からっていうのもあって、うん、多少まあ広まってくれたんですけど、うん、多分ある程度一般の人とか、うん、その メディアまあ、当時あったら雑誌メインなんですけどうん、うん、とかテレビとかそういうのは気づいてくれたのはやっぱりあのエクストラのビデオですね、うん、森本浩二さんが。この間ゲスト出てくれてあれだったんだよねあのこの間その森本さんの時にも話したんだけど、うん、ちょうどその90年代の半ばぐらいにそのエクストラっての95年の終わりぐらいでしょ、はい、でちょうどその後ぐらいとかに、うん、ロンドンのクラブとかでクラッシュいっぱい 出てたじでい、はい、すとあの「アキラナイト」っていうのがあって、うん、それでそのアキラの映像にあの音楽をその場でつけていくってだから全部音消しちゃって、うんうん、そういうのをいろんな DJ がそれでやったりとかしてたっていうのがあったのね、うん、だから日本でそんなにもうアキラってもっと前だったりとかっていうんで、うん、その盛り上がってはいなかったのが海外でその。 あらがすごい盛り上がってたのにびっくりしちゃってでもそしたらそのケン君の PV を森本さんがやったっつって言っててやっぱりそれよく聞かれて私たちもそうそうだからあれどんなの作ったんだろうねみたいな感じでさどんなの作ったんだろうねつってその頃ほらまだ見てなかったからその当時はそう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 だからあれもまあアイデアとしてはね たまたまその森本さんとか大友さんの周辺の人たちを知っていてでなおかつテクノも好きで,で僕は僕でまあもちろん秋田とかの存在してるけどもそんなにアニメとかにそんなに深く知らなかったんでまずはね最初にあの森本さんのスタジオにこう会いに行くところからスタートしてあのまだ何も決まってないんですよ。一応ヒロを曰くい森本さんっていいいいいう人がいてすごいいい もの作るんだけど、うん、実はテクノ好きでなんていう話を聞いて本当、うん、かなと思って行ったらこう作業デスクのこの奥のところにその当時のいわゆる僕含めテクノ系の CD ずらっと並んでて、うん、いつも聞きながらやってるんだよみたいな感じで、うん、あこの人だって話早いなと思って、うん、もうそれからスパスパスパと進んでましたよね、うんえー、やっねで面白かったよねあれね,いや相当ね多分 当時なかったタイプの、うんまあ、ビデオだったしそれのおかげ、まあうん、あと、ちょっとグロテスクなシーンもあるんで、うん、結構な国でヨーロッパでは、ね、ほとんど MTV でも、うん、夜それこそ何時以降じゃないと放送しちゃいけないっていう<ー>9時以降とかあるいは12時以降とかでアメリカでは完全に放送禁止。 あそ,うそ,うそれでもそれが逆に話題になってくれた部分もあり最終的にアメリカではちょっと本当に一番やばいところはちょっとエディットしてしようとかになったんですけどヨーロッパでほぼ時間制限ありつつもオリジナルの流れてって言って翌年の MTV ヨーロッパでベストダンスビデオですからねまあまあそういう意味では、ね、まあいやそう結構フレッシュというか新鮮だったんよね。<え>アランデスでしょ ソニーあレコードっていうかアルバムアランデスですねシェアのそれにもだからある意味こう日本のソニーが協力する感じにもなってたんですよね、うん、だ金銭的にっていうよりはアイディア的にアランデスも、まあ、やっぱりせっかく日本のアーティストと、うん、まあ契約してこれから売り出したい、うん、でただ自分たちの持ってる手駒で、うん、いろいろアートワークとかやるんじゃなくうん、うん、そういうものも含めて全部 自分たちというか、ヨーロッパ人が見たことないものでやりたい。っていうのが強かったみたいで。そこにやっぱり、その。まあ、森本さん。で行くっていうアイデアがスパッとはまったというか。ううん、まあ、だけど、今、あれかけらんないんだもんね。え、かけらんないでしょそんなことないですよ。そんなことない。<laughs> いやいや、い,い,やい,やいやいや、あれさ。森本さんの時に、あれはかけたいって話になって。あ,あの、使いたいって。うん、あ、全然、僕、そんなことないですよ。 いや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 ,いや普通に書けられるっていうかあの PV を YouTube じゃないできないよ<ー>使えない確かにあオフィシャルのがないっていうのがあって、うん、それ権利的にっていうよりは、うん、僕も実はあれってやっぱ作品としてやっぱすごい、まあ、エポックメイキングだった部分があって何年かに一度からいろいろ フィルムフェスティバルから特別上映したいとかって来るんですよ、うん、で何回も来た時に僕がもう R&S の社長とか、うん、いろいろ管理してる人間と直接話したら、うん、マスターがないっていだってあるんだよ<え>動画はつけタるんだよデー,データはあるんだけど私たちちゃんと丸山さんのとかからもらったんだけど、うん、そうじゃなくて権利的な問題であれかけらんの それはね、私、あ後でどうしてだかも知ってるから、あ後でなんかね、売るのとかはちょっとなかなか平行線みたいな、クリアな当時のなんか、契約事とかがないとか、見つからないとかで、多分売るのができないけど、かけたりとかするの全然大丈夫なはずですけどねああるね。 <laughs> なんかよく知ってそうだからこの間ねたまたまそんなことで <laughs> ああ、うん、いろいろと聞いたらしたら実はこうこうこうでってことになったいろいろ大人のなんか事情がいっぱいあるかっていうんだな、ねまあ、確かに僕と森本さんだけの話でもなかったりするししていろいろこう思いが強い人が多くて、まあ、強すぎるのかもしれないけど、うん、それもそうだしあお金が大好きな人たちもいるから。<laughs> <laughs> は大体分かったかでしょままあまあそうかもしれない <laughs>、うん、そで,えで,そ,れで、ね、それがあって、うん、その後やっぱりそのでも日本にいながらやっぱり活動だよねそうですね、うん、日本の仕事はやっぱりかなり増えたんで、うん、やっぱりこうそれはソニーに移っそのあれしてからってこと、はい、オフィスセブあでもそこはかなりあったと思いますよだからその日本のソニーのために、うん 結構時間割いてプロモーションやったりとか、うん、あとその日本のソニーがそのアランデスとかの,その権利をアジア全域で取ったんですようん、うん、だからアジアツアーとかも入ってくるようになったし、うん、だそういう意味だとこっち側での仕事が多かったんで,、うんでまあ、あとテクノ自体もすごい急にジャンル自体が上り調子になったから日本でもいっぱいプレイするとこあったし、うん、アメリカはアメリカはねちょこちょこ行ってました、うん、あの98年ぐらいからただそこまで あの90年十年今でこそ今っていうか今年とか去年とかこの数年はアメリカってテクノの国になったんだけどやっとうん、うん、それまでってそうじゃなかったもん、ね、ま,だまだまだだったんですよだから本当に数年ちゃんとできる年は数年あとうはもう本当にちっちゃいクラブとかしか成り立たなかったの90年代とだから年に1回,1回2回こうスポット的に行くぐらいな感じでしたねうん、うん、当時は。 そ,うそ,うそれでまあずっとやっててで,でずっともうでも日本よりも海外の方がやっぱり仕事的にはメインいや,いやでももう国内,国内の方が多かった大体半大体半々ぐらいにしたいなと思ってたんですよねうんだ制作絡みとか結構国内の方が多くて、うんうん、でツアーはツアーでやっぱり。 日本は限られてるそういう意味だ、ね、とヨーロッパには月1週末は最低ずっと行ってて実は去年がデビューしてから初めてヨーロッパでプレナックス行かなかった年というかそれはコロナでってことそうです,そ,うですそれまでも本当にだから、うん、に毎月のようにヨーロッパには行ってた毎月毎月1回ぐらいは行っててすごいね月1回ヨーロッパ行ってあと月に1回アメリカかアジアとかそれ以外行くみたいな。 感感じじがずっと20年ぐらいついてる感じだったんですすけど、うん、すごい,すごいそれはだから、まあ、まあ制作するベースとかあのやっぱりこうスタッフとかがメインでいたのは日本っていう感じで海外ものは海外またそれぞれテリトリーごとにエージェントを置いてそことやりつつだからまあ一応そのヘッドクォーターとしては自分が全部見るんだけどもそれぞれのテリトリーごとにこうちょっと。 あの調整ししたたりとかっってていうのはやってましたクラッシュはねもうねあのイギリスのエージェントがあって、うん、そこがほとんどアメリカ以外は全部そこがやってくれててそれでアメリカはアメリカのエージェントがあってっていうあれでやってたんだけど、はい、でもやっぱうちなんかはその月に一回行くとかケン君一人で行けるからね。すクラッシュはやっぱりさ ミキサー二台持ちでいかなきゃいけないねクラッシュの使ってるミキサーがちょっと特殊なミキサーで今もう売ってないし特に海外なんかないからで一回煙吐いたことあってさ使いすぎ使いすぎとか電源のねあれでシカゴでね電圧のあれでわっと煙吹いちゃってそれでもう そこはもうどうにもなんなくなって、うん、でそこにあるやつでどうしようもないからやったんだけど、はい、そうするともうやっぱクラスのプレーができないんだよね、うんうん、その 20SL じゃないと、うんうん、それでもう急遽日本に電話して、うん、DJ ヒデってあのクラスの弟子ヒデ、うん、に日本からミキサーだけ持ってニューヨークまで来いっ,つって、うん、て送ってたら間に合わないから次の日の飛行機取って。はいはいはい それで三木さん持ってこさせたことがあったの大変だだそれ以来もうど、まあ、国内でどっか行く時でも何かあるとできなくなるからっつって,2台持っていくの、うん、それはそれです、ね、だからそれもあって、うん、まあそれでクラしシしゃべれないし、うん、でそういうのもあるから必ずツアーマネが一緒なの、ねはい、結構大変なんだけどさ、えー、その分予算も2倍かかるわけじゃん、まあ、そ,、ねうん、そっかそっか うん、だからやっぱりツアーなんかはもうまとめてだからクラッシュのツアーって結構長いんだよね,ね知ってます知ってます、うん、すごい数1回行くと結構なん前はでももっと長くて1ヶ月行ってで2週間ぐらい日本に帰ってきてそこからまたヨーロッパ戻ってそこから二ヶ月1ヶ月半かぐらい。 そそれこそバンドのツアーみたいな感じですよねなんかその長さというか長さをねずっとこうやっていくみたいな、ねうん、でもやっぱクラッシュってさ純日本人でさ割と、ええ、で和食大好きじゃんあ俺聞いたことあるクラッシュなんか聞いたことあるんそうなんです食が結構きついって言ってますね<う>言ってた前に、ね、どっかで一緒になった時に言ってましたねそれがきつくてさ ともかく梅干しとかさそれか、まあ焼酎とかさ <laughs> そ,<う>それも持ってかなきゃいけない、ね、最近はさすがに焼酎は持ってい最近はさすが焼酎は持ってかなきゃいけないけど、うん、一時期焼酎のでっかいなんじゃんあれをつわまれが持ってってたからね大五郎みたいなやつそうそうでっかいやつね <laughs> <だ>でほに味噌汁は持ってくわ<ー>何も持ってくわでそれがないと結構大変で、うん、であのー 向こうだってさ、結構さ、あのなにプロモーターとかがさ、うん、地元のプロモーターが、うん、すごい、そこの地元の一番おいしいレストランとか用意してくれて、うん、それは普通、楽しみなんですよ、<あ>僕にって、ね、でしょ。 やつ食べたいみたい日本から持ってきたやつ食べたいみたいな。かもういもう疲れちゃってるし、うん、それもあってなんかルームサービスで終わらせたかったりするのがそのお付き合いしなきゃいけないのが結構きつかったりするんだよねでそういうのがあってっ、うん、で私なんかは全然逆にあのどこ行ってもおいしいもの食べさせてもらえるしそうなんだけどクラッシュにとっては結構苦痛で,、うん、であとほらよくさ 近畿化して日本料理屋みたいなとこで鉄板焼き屋さんとか連れてもらうけどでもそこって日本人が本当にやってんじゃなくてみたいなとこって多いじゃんでもそれに暮らしては頭くるわけそれもね <laughs> じゃあなかなか救いようがないですね <laughs> <laughs> でさうちのさあのマネージャーがさ 現場ののマネーージャーの子がさ、ロス、どこ行ったシアトル行った時か、はい、なんかにその、まあ、他の人たちもちょっとあ和楽器の人たちと一緒に行ってて、はい、それで日本食屋さんに行ったんだけど、うん、あの、ちょっとマネージャーが「いやちょっと。 僕「他の日本食やつ探しに行ってきます」言うの「で <laughs>、うん、うしたの?で」で、うん、クラッシュは着いたばっかりだったから、うん、ちょっと今日は休みたい」って言うから部屋にいたのね「うん、でじゃあ何か買って帰ってくるくよ」とか言ったら、うん、したら「んで?」って言ったら「いやクラッシュさん生姜焼きとかそういう方がいいと思うんですよね」っていうの。 寿司とかそういうのをこういうううののこことろじゃなくて生姜焼き探しにあんたが出かけるわけっつって <laughs> そ,でそんなことしなくていいっつって難クラッシュなてにそんなこと言ってんのつってクラッシュに行ったら「いや別に俺そんなこと言ってないよ」とか言ってさでもみんなが結構気遣って<ー>で生姜焼き屋とかさしょ <laughs> 生姜焼き屋 <laughs> そんなのないよっつってさそういうのもあったね。う 確かにね、日本食まあににアメリカの方が日系人がいたりとかするからギリギリあるっちゃありますよね。うん ただまああえて行きたいとは思わないけどアメリカ行ってる時とかでアメリカに長くいると、うん、やっぱりニューヨークなんかだと本当にあに昔からの日本人がやってる、うん、あの居酒屋みたいなあの通り1個あるでしょなんなんセント・マックスだったっけどな,なんかそういう通りがあって居酒屋がいっぱい並んでる日本の居酒屋が並んでる通りとかじゃ、ね、なくて56かなあれ56のいくつだったかな忘れちゃったけどに伊勢っていうお店があってはい そこは日本人が本当にやってて、オーナーで、で、本当に日本の居酒屋なの。全部いろんなものあんの。はいはい。で、めちゃくちゃ美味しいの、そこは。はい。で、そこはもうクラスなんかも。うん、それこそミュートビトの、あの、元ミュートビートの子玉さんとか。あと、日本の和楽器の人たちも、アメリカ一緒に行った時に、みんなそこで、あの、食べたりとか、みんなでしてたんだけど。そうでで、そこはもう間違いない店なんだけどね。 でもほらちょっとなんか気取った店だとさ、うん、なんとかロールみたいなばっかのとこあるんですね。でそれダメなんだよね。まあそうっすね。え健ケン君は好き嫌い全然ないのあのね食に関してはね僕何でも食べるんですよね。うん、でだむしろ本当そこの現地にしかないもの食わしてくれっていう風うにリクエストするタイプというか、うん、だからあのたまにやっぱそれでもだそういうタイプなんだけど。 さっき言われたように聞きかしてなぜか聞きかして日本食とかって言ってくる人とかいて <laughs>、うん、俺その時に「俺今どこから来たと思う?」っつって「今日本から来たの <laughs> なんでまた日本食買わなきゃいけないんだ」ってって「逆だもん」「帰ってもあったりするけど」「暮らしはもう着いた日から日本食」っていうの <laughs> <laughs> それが大変なんだよね。うん、ということで、ね、ちょっとね一曲聴いてもらおうかあはいあ持ってきました、うん、じゃあ<も>えっとですね <laughs> えっと まあ僕まあこういうあれなんで一応そのあのい,ろんないろんなレベルから一応出してはいるんですけどバンドキャンプとかも最近結構みんなやっていてで僕もまあやり始めるということで最近バンドキャンプにあの何ヶ月か起きとかにリリースしてるんですけどまあそ,こで出してるそこでしか出してない曲なんですけどえっとねで一番新しい曲で「ブルージェットです。 ブルージェットというのを聞いていただきました。はい、じゃあ、最近は、えっと、まあ、ちょっとコロナ禍になって、ツアーもできずで。政策、うんうん、多くなってる。そうですね。結構。最初の何ヶ月か、かなり戸惑ってるだけだったんだけど。うん、やっぱり、ちょっと気分変えて、考え方変えて、うん、まあ、これは、まあ、政策と学びの。 学び学びってりは新しい音楽とかソフトとか音楽の作り方とかね学びというか、まあ、人生の学びも含めてね <laughs> あの、まあ、にしようっていう感じで、まあ、みんな苦しいのはもうエンターテイメント関わってる人もる全員苦しいんでここはもう位置抜けするわけにいかないのであの今はちょっとためにためる時間にしようと思ってだ結構作ってますねずっとね。結構原点に返っていわゆる、うん テテクノラシーテクノノデビューから何年えっとね93年デビューだから28年28年かはい「クラッシュがソロになってからだからちょうど30年のねああそうですか,う,ですかうん で30年、だから今年の後半から来年にかけて30周年やる感じなんだよねなんかやりますか、そういうアニバーサリー的なやつとか。まあちょっとやろうかな、だかそのコロナ禍でどこまでできるかなっていうのは、確かにあって、来年の3月ぐらいからはヨーロッパツアー、もうエージェントが組み始めてるけど、うん、もうワ、まあ、クチンも2回打ったし、だからやるとは思うけど、まずちょっと分かんないから。うんうん だ何をそのいろんなことやろうと思ってるけど順番的に何ができて何ができないのかが分からないっていう。うん、いやー結構国またぐ仕事は本当に今、うんまあ、実際にね自分で、うん、まあ本当にこう予定立てづらいっていうかあとツアーもそうなんですけど、まあ、僕もツアーもねあのもちろんすぐ戻りたいっちゃ戻りたいんですけど全部国ごとに違うからヨーロッパでも。うん だからなかなかいざやるって調べてみるとやっぱまだハードル高いなというか面倒くさいことが多いなっていう,うん、うん、でスコーンと入れるる国もあるんですよね、うん、スペインなんかは確か今あの PCR の陰性証明書すらいらない、うん、日本人であれば日本のパスポートだとそのまま行って入ってそのまま出てこれるとかっていう国もあったりする中で。 だヨーロッパ人でも例えば国またぐときにこれとこれが必要で、うん、隔離がこうでとかっていうのもあったりとかしてそうだ,よ、ね、だからなんかそのツアー中のトラブルとかも面倒で嫌だなっていうのもあって、うん、そういう行き違いとかうん、うん、ちょうどさクラッシュがさそのヨーロッパツアーの、うん、本当にさ後半にかかったところで、はい、そのまあ行くときにそろそろコロナが結構ひどくなってきたねって時だったんだけど。 やってる最中に感染爆発し始めて、<う>それでその後半に差し掛かったところで、うん、もうこ、ここから一,一歩でも動いたら、もう日本に帰ってこれなくなるっていう感じになって。うんうん それでもう急遽全部中止にして日本に帰らせたのあ本当ですか、うん、ああそれは大変大変でしたねうんあでもそう飛行機も全部取り直しあそ,うそ,うそ,うそういうのがツアーの一番あれなんか不不のそうそうまあ事故というかねそういうのが一番きついですよね、うん、でもうキャンセルもできあのね航空会社が、うん、もうともかく全,全部つ,つながらないでしょ、うんうん、だから、うん そのキャンセルもできないわけ<ー>本当だったらキャンセル料もらえるあれ、逆に返してもらえるのに、それも返してもらえない、それである国のエージェントなんかは、逆にその向こうから、もうできないんだよ、そこの国、うん、国がだめだって言ってるのに、そこの向こうから、じゃ公演キャンセルするっていうと、うん。うんうん そうするとキャンセル料を取られると思ってそのうちのエージェントとかにだから向こうからそれを言い出さないわけでもギリギリまで絶対言わないのでいやこんな状態じゃできないでしょっつってそれでエージェントと私が話してもう行かせないっていうふうにして。 うん、もうそういう判断とかもいや大変,大変時差がある中でそれをやるのって、うん、結構大変だよね。いや大変ですよあともう本当に国によって、ね、そういうことに対する考え方とか、うん、あと、まあ、必ずしも、ね、こうプロモーターとかもルール通りやってる人たちばっかりでもなかったりするしそうそうだからそれ全部、そういうのに全部違う対応していかなきゃいけないとか大変ですよね。 だから当時ね、当時って、まあちょうどコロナがはれ流行りやした時だけど、うん、その頃はまだ、そのマスクっていう文化がヨーロッパとかなか、うん、ないじゃない、うん、で要するにそのアジア人がマスクしてることで、結構なんかいろいろやられたりとかしてたじゃ、うん、うんはいはい、だから私、あのフェイスブックに私が全部、マスクをしてクラスへ行,、うんうん、行きます。うん でそれは感染予防のためでこうでこうでっていうマスクをするとこういう効果があるから、うん、だからやるから、うん、やっていくから、うん、だからそれに対しての何かをしないでくれっつって誤解をしないでほしいっていうことをすごい書いて,い書いてああいやいやそれそうしないと,とそれどう理解されるか分かんないけどでもそういう援軍がないと。 言われるの本人だから、ねうん、あと本物,本,本物なのかって言われちゃったりとかね、その顔隠しててみたいな。だからさ、結局さ、そのマスクって文化がないところで、そのマスクを一つつけること、感染予防のためにすることでも、うん、やっぱりそうやって全部やんなきゃいけなかったりとか、結構大変だったよね。 まあ爆発したの3月じゃないですかで3月に爆発した時に、うん、僕ちょうどアメリカの人はちょっと入っててうん、うん、で行く前だったまあ日本でスタンバってた時だったんですけど、うん、日本では結構かなりやばいらしいぞって言ってマスクみんなつけ始めてた頃なんだけどうん、うん、アメリカちょっと最初の子出遅れててうん、うん、フェスティバル結婚するって言ってたの全部うん、うん、3月いっぱいは。うんうん、で多分行ったら行ったでみんなマスク絶対つけるなつけるなとは言わないけどつけたらおかしいし。うん アメリカ人とかみんな「イエーってハグとかすごいんだろうなとか思って、うんうん、であのキャン僕,、まあ、僕は行く前に全部キャンセルしましたけどねただ、うん、ちゃんとあのそれこそ「高校高校」って言ってちゃんとこう長く「ちゃんと高校高校う理由で」って言いましたけどね、うん、そういう SNS とかではただまあまだラッキーだったかもしれないですねそういういまだ ツアー中じゃなかかったから俺ツアー中にそんなことを送ったら本当にどうしようかって思っちゃうそれじゃ <laughs> でも私なんかさやっぱりそういうのってはっきりさフェイスブックとかそういうのでは、うん、っきり言うことにしてんのね,ねいいと思ういいと思うすごくだからさイスラエルに一回呼ばれて行った時に、はい、行くってその発表になったら、うん、もう一斉に抗議の。 ななんであ中東からっていうことですか中東だけじゃなくて、やっぱりそのその、なんていうのかな、イスラエルのやってることに対して、そのパレスチナに対してのこととかを、やっぱりそこに対しての反対の人たちも、欧米ってすごく多いじゃない、でなぜクラッシュはそこに行くんだっていうので、<ー>やっぱりすごい書き込みがすごかったの、うんだから私、それははっきり書いたけど、あでいつもそういうの書くときって、チームクラッシュとして書くのね。うん はい、DJ クラスじゃなくてチームクラスとして書くんだけど現実をちゃんと見ないと見て自分の感じたものっていうのをそれを作品にするしていくってでその自分が分かりもしないで何かを発表するよりも、うん、きちっと見ることを見て、うん、それでもってそこを作品にやっぱりやっていくっていうのがアーティストのやるべきことだと思うから、うん、だからそれは。 やっぱり行くことが悪いってことで私はないと思うってって書いたんだよねそ、うん、したら結構理解してくれたりすてああでもそれはでもいいあれですねやっぱり行って見てみないとそうで見てみて自分がそのあで判断するんだったらいいでしょう,そ,うそれはもう極めてだからまずその筋通ってる行く前からさ、うん、なぜ行くんだっていうすごい批判が来るからさそうそうやっぱいろいろとその世界ってさ、うん いろんなことやってると、そこでの、なんていうのかな。だから、クラッシュ行っててさ、結構なんか、海外行ってるとさ。行ってるときに、テロが結構起こってんの。いえ、行った国で。そう。<laughs> それは嫌じゃないですか。フランスもそうだし、あの、水一回そうだ。ベルギーの。あの電車の時とか。うん、あれは、あの日に、だってラ、ふ、俺は、だから、ベルギーに入りだったの。俺、多分ね、ちょうど同じ時、僕、僕もね、ベルギー行ってました。あ、本当。うん、それで、フェスティバルやつ。 それで行かれなくなくっっちゃったりさ、はいはい、でその後もフランスでもあの時あったじゃない、うん、テロがさでそれとかもさフランスのフェスが何個か中止になったりさそうそうやっぱそういうのとかの時もさやっぱり追悼の分も出さなきゃいけないしそういうことは全部私たちが代わりにあやるようにしてるのね,ーーねチームクラスとしてまあ、私たそ中ちのなんかそういうトラブルというかハプニングというか大変ですよね大変だから やっぱりそのケン君なんかほとんど一人でやってるんでしょでもツアー中は一人ですね、うん、だから連絡受けて、うん、行く行かないって決めたりとか、うん、あのまあエージェントエージェントでまあ僕も長くやってる人間なんで、うん、まあ何かあれば24時間連絡取り合いる中なんで、うんうん、まあそれと話してえそれじゃあさあのマネージャーのさ、うん、彼はさえど何してんの ああ日本テリトリーのマネージャーなんですよマネージャーとしてはうん、うん、で海外っていうかヨーロッパにいる時はヨーロッパのエージェントアメリカの時はアメリカのエージェントがそれぞれ対応するって感じですねえでもさクラッシュなんかエージェントいるけど、うん、でもやっぱりマネージメントが一番の権限持ってるじゃん全部ああ あのマネージメそういう意味では僕マネージメントっていうのは僕自分なんですよその日本以外ではああそうなんだ国内に関してはマネージャーっていうところでうん、うん、国内テリトリー日本テリトリーってことですね、うん、あそうなんだだかあとはそれ以外のエリアだとエージェントと直で話してる話してるっていうかはやり取りやってうん、うん、ツアー組んだりとかは一緒にやってるって感じですね、うん、ああそうなんだ、うん、ああなるほどね まあ、でも、なんか一緒にできたらいいね、クラスト。いや、もちろん、もちろん、もう。クラスシュよろしく言ってた。あ,あ、こちらこそ、よろしくお願いします。<laughs> 俺、源ちゃん好きだからさ、さあ、来て,て。クラッシ好きですよ、本当に。<laughs> 何度かね、あの、うん、日本でもそうなんですけど、海外でも何度か一緒になってて。うん,うん、うん。まあ、さっき言ってたね、あの、味噌汁持ってきてるって話とか、ね。か、うん、<laughs> そういうのとか。あの、させてもらったりしてますけどね。うん。あと、僕のなんか。 アニバーサリーでちょっと映像作品とか作ってる時もコメントいただいたりとかそうだあの時にあのあの時エイジアだよね確かだったかなエイジアの楽屋であったんだよ私もそうだねアニバーサリーのあれの時ねそう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 だね桑さんはいつでも僕の中でやりたい人のんか一緒にやろうよああねうんねえ もうお,たお互いっていうか僕の方がキャリア浅いけどもう何年もなんかこう同じところキャリア浅いったって一緒な同じようなもんだってあまあまあねいやだからなかなかねみんながみんな長くやるわけじゃないですからねそうそう周り見ると一人家二人家っていうのは結構ある話だから、うん、そういう意味だとやっぱり、まあ、でもクラさんは若いですよねそう若いと思う。 最近あそこが痛い、うん、ここが痛いっ,つってるよいやそれは僕も同じ <laughs> そ,れでそれはしょうがないですけどでも基本的にあ,、ね、あとやっぱり、ね、腕は冴える一方だったりもするわけじゃないですかやっぱり。うん,なんか一時の <laughs>、うん、なんかいろいろとやっぱり波がこの30年っていっぱいあってさ、うん、で一時の時よりも。 そのやっぱりあと本当に何年できるんだろうってことも含めて、うん、やっぱり真剣に考えるようにはなったんじゃないかなうん、うん、すごくそのどっかで前はさ引く手間だったところも昔あったからうん、うん、だからそういう時っていうのは結構余裕になっちゃったりとかさそういう時もな,きなかったわけでもないんだよね、うん、でもやっぱりその。 仕事がなくなることの怖さも分かってきただろうし、であとやっぱりその体力的な問題とか、うんまあ、例えば今の社会情勢っていうかさ、コロナのこういうやつでもさ、そうなんだけど、それ考えると、本当にちゃんとやれてることっていうのが、本当に恵まれてるんだっていうのを、身にしめてここと分かってるんじゃないうーん、まあ、うんそ 多分そうですね僕なんかも本当に、まあ、猛天気にやってきた方なんですけどだからやっぱりまあ本当にこの、ね、1年半の間でも、まあ、どうしようかなどうすべきかなとか今更さバイトだから <laughs> いや、ね、だいぶ朝こんな昼ぐら朝早起きしない生活とかしなくていい生活慣れちゃってるからねえ。 それ,だけそれだけでも相当つらいでしょもう毎日昼水ぐごいに起きてるのにみたいなでクラッシュさ9時ぐらいに寝ちゃうんだよそれでさそれはそれ朝4時起きでそれでちょっと4時起きでそれでそちょっとなんか何だっけな あの準備体操した後一1時間ぐらいウォーキングしてみたいな、うん、マジですかすごい健康じゃないですか超健康的なんだよねそれはもうこの先ずっとできますよもうそんな心配な本当にまずは体力じゃないですからねやっぱね実はその代わりさよ要するに晩酌も早いじゃん、うん、6時ぐらいとかさそれぐらいから晩酌始まってそれで9時には寝るからそうすると6時以降は酔っ払ってるから私は電話できない 仕事の電話しても酔っ払って忘れちゃうからそういう不自由な面もこっち側にはあるんですね。ね。なかなか音楽ね音楽人なかなかないタイプないよだってそれだからさ暮らしから電話かかってきてさ何時か何時に電話あったんだろうと思ったら朝さ9時とかさ、うん 普通さ朝9時過ぎにさ電話してくる業界人あんまりないじゃない <laughs> でもそれでも多分待って待ってこの時間でもいいだろうと思って増えててるんですよ。だ,大変だ,よ本当だ最近はすごい健康に気をつけてはいる、うん、あ,あそこが痛い,いここが痛い,いと言いつつ<う>結構健康的。いや倉敷さんでもやってるんだったらちょっと自分もちょっとやらなきゃなと思いますね僕何もやってないんで <laughs> いや本当にいや気をつけた方い家のりさん」とか言われてさ私も「<laughs> えええみたいなそ体はねそうそう、うん、でも金くんも最近あれでしょ料理やってるでしょあ料理はね<あ>あのだいぶやってますね <laughs> あの楽しくなってますね <laughs> 本当とじゃあちょっと料理話する前にもう一曲聞いてもらいましょうか、はい、えー、っとですね えとまあ、何回ですか前なんですけど、えー、とフランスのレーベルでメトロームっていうのがあって、えー、そこから出した、えー、曲です。ザ、えー・セカンド 聞いていただきましたセえセカンドさんザセカンドさん、うん、<の>という曲でした二個目の太陽っていうか二つ目の太陽っていうんですけどでえっ、ー、と料理の話まあちょっとねこの始まる前もだいぶ料理話しあの聞かせてもらいつつ自分の話もしてたんですけどなんかまあ、手際が良くなったりとか、うん、味が美味しくなったりしてくるのがわかるんで自分でも、うん、まあ楽しいっていうのもあるし。 なんかねある意味音楽作るのとちょっと似てんじゃないかなって思い始めてて結構あの結構ね、うん、私ストレスが溜まった時に料理作るのが、うん、料理のことだけ考えるじゃんそうするとやっぱ手間のかかる料理をストレスかかあの溜まってる時に手間のかかる料理作ると、うん、そこに集中できるから、うん、すごくいいのよね。 出来上がって食べた時のなんかカタルシスというか「やったぜ」みたいな「大世界」みたいな、うん、いやそれをねなん,かなんかちょっと分かるようになってきたというか、うん、だからあとその音楽と一緒っていったらなんかあとそのちょっとしたアイデアとか、うん、ちょっとその「あこの前できなかったここできるようになった」とかっていうそういうのがあると美味しくなったとか、うん、そういうちょっとした自分のアイデアがいい方向につながったとかっていうのもすぐ分かるから結果が出るから。 そういうのもなんかちょっと音楽とか似てんじゃないかなっていうふうに思いながらやってますけどね簡単なさすごい簡単な料理押せたよか一個あのねロンドンで覚えたやつなんだけどブラックオリーブあるでしょあの缶詰でさそれをそのまま汁ごとさタッパに移すじゃないそれで七味唐辛子のあのなんていうのこういうまだ なんていうの種出してさ、うん、あの振りかけるやつじゃなくてね赤とうがらし,赤がらしうんあれをあのえっと種取ってそれで持って輪切りにしてそれを乾燥のやつですか<え>乾燥のやつ乾燥のやつ それを2本ぐらいを輪切りにしてそれでそのタッパーの中に入れるでしょでプラスガーリックガーリックパウダーでいいからそれを結構ちょっと多めに振ってそれを冷蔵庫で2時間ぐらい全然違うからそれってね一回食べてみオリーブ頼めらんなかった人たちがこれ別物だねっつって。 ロンドンのイタリア料理屋さんで教えてもらったでも全然シンプルですね超普簡単というかね本んに本当にもうねそのブラックオリーブをその汁ごと入れてで2時間ぐらいでもうこんしっていくんだけど唐辛子とそういうのもかわりけ簡単簡単やってみますよそれやってみてそれね結構ねパックパックいけちゃうよ でオリーブ実際あと栄養買って。そう、栄養にもいい。あれですもんね。オリーブ結構ほら苦手って人もいっぱいいるじゃない。でも。苦手だって人がこれオリーブじゃないねっていう。はいはい。裏は美味しい。結構ね、だってそういうなんていうの、ちょっとしたつまみ系とかさ。簡単にすぐできるものが。あ、はいはい。うん、まさっきにちょっとね、いくつか教えてもらいましたけどね。簡単でいや。簡単でいい。そんなにステップがない感じで。そうそうそう。 リターンがしっかりカスタるイズね良さそうださっきも言ってたんだけど調味料をともかくいいのそえた方がいいよっつって <laughs> もう調味料とそれからあとまあ素材、うん、どこだといい素材が手に入るかっていうのがねあ<ー>まあそのお取り合わせもあるし、はい、あとまあスーパーでもやっぱり 例えばだからよくほらテレビで最近さ、うん、こういう野菜がこういうのが新鮮でとかあるじゃんああはいはいはい、うん、選ぶとこういうの買った方がいいとかそう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 ああそういうのも見て <laughs> でもあれ,あれも以前だったらそんなのにてたまたまやってた見なかったけど最近そういうの見るとこうやってじーっと見てたりするす <laughs> そうでしょ自分が買い物行くようになったからこういうんみたいな、うん、で楽しいんでるねそれで分かってくるとねそう,そうですね,そうですね、うん 結構なんか料理ってすごいなんか自分がなんていうのかな自分の本性がわかってくるとかさうかさこんなところに自分が来るんだみたいなわ<あー> <laughs> <laughs> かるよはい、はい、なんかねパスタ一個茹でるのでもさパスタもさいろんなパスタがあるじゃないはい でこのパスタだったらこれ作ると美味しいよね<ー>とかさ、ねねうん、やっぱそういうのもあるもんね,ねそうですよねイタリア人とかがよく言ってるやつですよね、うん、こういうソースだったらこっちの方がいいんだとかそういうあ、うん、だからオリーブオイルでもこんなに味が変わるんだって思うし、うん、だから オリーブオイルも使い分けたりとか、ねうん、結構私だからそれにお金かけすぎてんだよ <laughs> <laughs> ダメなんだよねいやまあまあまあでもまあまあ楽しいのは僕も本当わ分かりますからねううただこだんない人から見ると何そんなにいっぱい揃えちゃってるのとかってそうなんだろうなと思う,うじゃないですかでもさなんかどうせ食べてるんなら美味しいもん食べたらいいじゃんそう とちょっと自分の時間使うぐらいで美味しくなるんだったら、うん、そっちの方がいいっていうね、うん、だからその亜生ちゃんがさやっぱりそのとはいえ仕事やりながらだから、うん、で例えばだし一つにしても、うん、本当に念入りにだし取ってとかっていうのはなかなかできないから、うん、だったらだし、あのー、でもどこのだしが美味しいかみたいので結構やったりあとお塩とかも、うん お塩は結構私本当にさっきも言ったけど凝ってんだよねいろんな種類の塩で料理のたんびに変えたりもするんだけどまあ凝り性っちゃ凝り性なんだけどいや凝り性ですよコリ凝り性だとは思いますけどでも分かりますよ気持ちは私ケン君がんか料理やるってすげえ嬉しくて今度私送るわおすすめのいろいろあでもんかリストとか情報を教えてください本当にうんうん あのお醤油がさ、お醤油はどこのこれ使うんだったらこれいいよとかさ、そういうの。私それでさまとめて買うじゃん。買うのよ私。だから送るよ。いや嬉しいですね。つったらよかったら使ってみて。もうぜひぜひ。本当になんか沖野くんもさ、あのルームのあしやさん沖野しやさん。沖野くんもさ料理うまいんだよね。あなんかうまそうな感じする。 話は聞いたことないですけど本当うまいんだよみんなで今度やろうか競い合いみたいなそうそうクラッシュも結構作ったりしたそうなんですかでも一回クラッシュバカだからバカだからさまたおられてにんじんをこう縦にしてからこうやって切るってあんまないじゃん普通は横にしてこうやって切るでしょ縦にして切って指切ったことあるからねばっくりいったことあるから撮影の日に怖いな そうですか <laughs>。<laughs> でも結構あの一時暮らしもやっぱり料理やすい、ね、料理って覚えるとねそうですねい本当に楽しくなってくれてね、うん、そうかじゃあケンくんも本当にもうだって30年近く知ってるんだからねねそれあとね今話してて思い出したけど、うん また、ね、だいぶ前にね実はロンドンでもあったんですよロンドンでロンドンで某あの女性の家で、うん、待ち合わせて3人で話ちょっと酒飲みながらちょっと話したりとかミミさんえっ誰陽子さん覚えてないああ<ー>ちょうどかったこっちはこっちでツアー中かなんかにステイしててうん、うん、でたまたま クラスはなぜかいなかったけど浅野さんだけいて多分行くって言て浅野さんも来てるんで呼んだみたいな話になってあれもね相当前だと思うんですよだってあれはさ彼女がさまあまあそういう時もいろいろなんかぐずぐゃしてるのかその後さっぱりしてる時なんかわかんないですけどそのちょっとあとで割と身を隠す 定の時じゃない?。確か。うん。それぐらいの時でしょそう,そう,そう。二十年ぐらい前かな。<laughs> いや、結構まであれ。でもね、多分、あれが、一番、最初に。あ、普通に話。したの、多分あれぐらいだと思う。<あ>それまでは、会場とか。たま多分にね、ソニーでミーティングやってる時、ちょっと隣鳴りたいとかの。うんうん、そうなったんですけど、多分何時に普通に、話したのが。一番最初なのかなって。で、それから、こんだけ長く話したのは、<laughs> 今日が。 それ以来ないやっていうかさ一回だからさっきの話じゃないけどさ私がアフリカ展やってた時にさあっ <laughs> あのすっごいかわいいアフリカ人の女の子アフリカ人とドイツ人のハーフの女の子がいてシンガーダンサーシン,シンガーでしたダンスマスターの子なんだけど、うん、ですっごいほんとかわいくて、うん、でね健ケン君がねその子お気に入りになっちゃって。<laughs> 二回来てくれたもんねいや美しかったですねなかなかなんかでもさすごいさその子まで十四歳ぐらい十四歳とか十五歳だったんだけどけんくんが結構なんかお気に入りであんまり喋らないんだよねえあんまり喋れなかったよね僕賞見に行っだけですからちゃんとねよく言うよ賞が素晴らしいなと思って見に行っかわ可いっすよねかわいっすよねって言ってたじゃんあ ね、すごいさ本当に可愛かったからね今もやってるんですかあ,あ、ね、同じ,じドイツに戻ってあの後だからナイジェリア戻ってそれでその後ドイツで一通と行ってそして結婚してドイツ人の男の子となんだけどあのナイジェリアに戻ったの家族で,そ,で、うん、それで今子供三3人ぐらいいてもうすごいビッグマンマンになってるよじゃ音楽活動みたい やってるやだから、あ,やってるあそこのそのお父さんが、えっと、JCC ってジャングルコミュニティセンターっていうので、はい、あのもまああそこも王様の家系なんだけど、はい、でそういうのを持ってて、そこでダンスと、それからあのタイダンスといろんなそういう文化を継承していくっていうプロジェクトをずっとやってたのね。はいはい でそれをお父さん亡くなって野暮たちが多分ついでずっとやってるあじゃあ,じゃあ、はい、そうそう今何やってるのかと思もやっぱ興味ありますよねああいう人、まあ、そういう、うん、ところにいるんであればね今だからだから一時ドイツでずっといたけど、うん、戻ったねんなんかナイジェリアねたまたまなんですけどナイジェリア系のイギリス人って、うん、テクノに何人かいるんですよねビッグネームが。 でまあその植民地関係だったのかだったのかもしれないですけどああああ僕知ってるあの一緒にレコード作ったりとかそのレーベルで付き合ったりしてる中でも2人ビッグネームいますねやっぱ結構<あ>ナイジェリア系、ね、イギリス人みたいな結構ナイジェリアは音楽がいよね音楽で相当なんかねいろいろあるみたいですね、うん、やっぱね<ん>行ったことあるんですもんね行ったことあるどころじゃないて行ったことあるどころじゃないか <laughs> 回行ったナイジェリアに、うん、それはすごいな私さそ,それこそアートとナイジェリアのアートがむちゃくちゃ面白いんだほ<う>でそれとナイジェリアの音楽と、うん、そういうのがすっごい面白くて、うん、それでナイジェリアのアーティストの支援もずっとやってたからあそれでもう何回だって1年に3回か4回ぐらい行った時期あったからねナイジェリアの だからさ、あのー、アフリカ人、セネガル人とかいろんなセネガルとかいろんなとこ行くじゃない、はい、そうするとさ、お前、よくないジェリアに行くなってって、あんなとこ危なくて俺たちが行けないっていうの、うん、あそうなんですか、うん、危ないわね、<laughs> 確かに、すっげえ知恵悪かったから、<ー>でも、うん、やっぱりね、文化はめちゃくちゃ面白しうい。あ<ー>うん リズムもすごいしはい、はい、でやっぱアートがすごいしね、うんうん、だからそういう意味ではナイジェリアは文僕もあんまりあんまりとか全然詳しくないんですけどまあ一時期やっぱアフリカンパーカッションものとかあの好きで聞いてたんですけど、うん、なんか自分の音楽とかに取り入れられないかなみたいな感じもしたりしたんですけどうん、うん、やっぱなかなかこう。 西と東でもだいぶスタイル違ってたりとかメロディーの感じがあるないとか、うん、だからなんかいろいろあってその時にこれ聞くと深いなってそ,その時思ったら思いですよね。やっぱりセネガルとかだとジェンベとかそういうのがすごく多かったりとかするしあとだから、まあ、中央アフリカはまたちょっと違うし。 あの中央はね、うん、で南アフリカとかはやっぱり最近まあ南アフリカの音もすごい面白いんだけどいくらでも紹介できる私アーティスト一時、うん、結構そういうのされてるのはもちろん知ってたんですけどうん、うん、で結構紹介もかなりいろいろね、うん、そういうのイベントも、ね、通してやってたと思うんですけど、うん、またなんかちょうど今あんまりこうそんなに入ってきてないと思うんで。 うん、また復活させてもらえれば多多分興味持つ人いいんじゃないですかたまにここでもやるんだけどさ、えー、あのかけたりするんだけど、うん、でもね結構最近また「なが」の音とかもすごい「なが」は今ねちょっとね治安がねあのまたコロナで治安が悪くなって、うん、結構暴動起きたりとかそういうのがすごいあったりとか、うん、ただやっぱり私の友達なんかは結構ピースだったりするから。うん ピースなんだけどそいつも何年か前にあもう心臓まであと何ミリみたいなところで打たれたりとかして、うん、一時期真相になってたけどねまあそういうのがんみんなゲットだからと売るんだうん、うん、実際あるしねまあいろいろとあるけどでもみんな頑張ってるしリズムはすっごい面白いと思うし、うん、まあ今度なんか紹介するわ<あ>じゃあね。うん 本当、まあ、なんか一緒にまた今後もできたらいいねあ,あぜひぜひうんそうですねうん音楽料理何でも <laughs> <laughs> 料理も本当料理はね絶対送るよちょっとマジで、ええ、あじゃあ,あちょっと住所聞いて、はい、それで送るわお願いしますというわけでね今日はねあのケンシ君に来ていただいてもうなんかケン君のあのー、まあでもケン君はすごい前向きだと思う で自分で全部やって偉いなと思うしクリエイティブだなと思うしだからやっぱりなんかねこれからもねすごい頑張ってほしいしまた本当にね一緒にいろんなことができるといいねそうです、ねうん。というわけで、えー、今回はケンシーくんをお迎えして1時間お送りしましたどうもありがとうございました。